はい、どうも皆さんやってまいりました、森ちんです。さあ、モンスターハンターフロンティアなんですけども、今週もやってまいりました。今週のコアがということで見ていきましょう。はい、7月4日からとなっておりますけれども、だいぶ多い感じですね。まあそれもそのはず、ついにやってまいりました、モンスターハンターフロンティア Z 11周年でございます。いやー、すごいね、11周年だって。なんかすげえ重いなと思うけど、まあね、このまんま20年ぐらいまでね、突っ走ってほしいななんていう風に僕は思ってはいるんですが、まあ今週の大きなもので言うと、天使アノルパティスが実装したよとか、金曜日7月6日ですけれども、19時から運営の生放送がありますよということで、ここでね、ここでもいろいろ情報がね、公開されるかなと思うんですが、それからまあ10周年アニバが再販されたりだとか、まああと N ポイントが追加された新しいハンターライフリワードとか、まあこれについてはね、もう動画出したかなと思うんですが、でそれからまあいろいろ本当にいっぱいいろんなのがあるんですが、もうとにかくね、一つずつ見ていこうと思います。今日の動画は長くなりますよということで、まずは1つ目、不具合トラブルでございますけれども、明星コインから交換した調合や交換券が消失してしまう場合がある問題ということで、11周年カウントダウンキャンペーンで明星コインをもらっていたと思うんですが、それをガイドのところで、まあ、調合や交換券に交換することができたんですよ。ただそれをやっちゃうと、なんかランド移動とかすると調合や交換券がなくなっちゃうみたいな感じになっちゃってたらしいんですね。だから今はそのガイドでのその調合や交換券への交換のやつをメニューをなくして、で11日ね、7月の11日来週から、その明星コイン7個と調合や交換券1個交換できるクエストをシリーズクエスト、あの水木のところで配信するみたいなので、まあ1週間ちょっとごめんなさい待ってねっていうことみたいです。で今その1週間ね、この受け取れない時間があるから、代わりに調合や交換券1枚あげますよっていうことで、7月6日の金曜日、明日の12時から、8月の1日の水曜日のメンテナンスまで、調合や交換券1枚もらうことができるので、これ本当に正しい対応だなと思うんですが、調合や交換券が、2枚もらえることになったんですかね、要するに。で、消失しちゃった人に関しては、ちょっとまあお問い合わせフォームから連絡してくれたら、なんとかしますんでよろしくお願いしますということで、なくなっちゃったって人はお問い合わせして、なんとかね、復旧できるようにしてみてくださいということで。さあ続いて不具合状況なんですけれども、ちょっとね、多すぎるので、全部は見ないんですが、気になったもの一つだけあります。秘伝海岸奥義を当てると最終エリアでの討伐が可能になっている不具合っていうことで、ラオシャンロンアッシュとかのクエスト、まあラオシャンロンとかもそうなんだけど、あの辺ってその、まあ、最終エリアまで行かないと、まあ、20分25分ぐらいかけて最終エリアに行かせないと倒せないっていう仕様じゃないですか。でも秘伝海岸奥義を当てると一発で倒せるんですよ。でそれバグだったっつってさまさかこれ不具合ですかって。だからもうゴーラオのクエストとかもなくなっちゃったんだよね、確かね。ゴーシュのラオシャンロンのクエストがすぐ倒せるクエストだったんだけど、それもなくなっちゃったので、今ラオシャンロンとかの壁紙が欲しい人は25分かけるみたいな感じでめちゃめちゃやらないといけないみたいな、そんな感じになっちゃいましたよっていうお話。はい、それ以外についてはちょっとさらーっと見ますけれども、ちょっとご自分の目で確認していただければなと。ちょっと多すぎるので、ちょっとねちょっと多すぎるんで、後で僕もじっくり見ようと思いますが、でもね、この不具合状況を確認しておくっていうのはとても大事なことだと思うので、なんだろう、ゲームプレイに関わることもガンガン書いてあるんでね、ここら辺はしっかりと確認しておいた方がいいと思います。さあ続いて、はい、こちら第501回開発運営レポートということで、11周年来ましたねと、皆様よろしくお願いしますみたいな感じですが、11周年アニバーサリーフェスティバルが始動しますよということで、11週連続でお試し小判 G が入手できるログインプレゼント、これも後でね説明しますけれども、まあそういうのもやるよってのと、あとは7月6日金曜日の19時から生放送やりますんでね、いろいろ視聴者プレゼントもあるからぜひ見てなみたいなことが書いてありますね。でこれについてはこちらですね、はい、YouTube とペリスコープってTwitter ライブみたいなやつ、運営さんのその公式 Twitter のところから、まあ、普通に飛べる
と思うんですが、そこ見てれば多分普通に見れると思うんだけど、まあ、こんな感じでありますのでね、ぜひみんなでね、あの生放送一緒に見て盛り上げていきましょうねみたいな、そんな感じです。僕もコメントしよっかな、わかんないけど。でそれからですね、中間アップデート実施しますよということで、アノルパティス実装しました。で、地上戦メインのモンスターなんでだいぶやりやすくなったんじゃないでしょうかみたいなこと言ってますが、まあ、うん、結構やりやすくなったなと思いますね。僕も結構楽に倒せたというか、一撃必殺の技以外はまあ良かったかななんて思うんですが、それからまあ、あの光量ポイント交換にスザクくじがこうね追加されてますよとか、あのハンターライフリバードにカリスだとか、まあ、スラッシュアックス F の年間得点武器だとかが来てますよってのとかね、これもまた後で言いますけれども、まあそういうのも来てますよとか、メゼポルタフェスタについては7月6日の金曜日、明日開幕しますよと、いろんなミニゲームがあってね、まあどれくらいそのフェスチケットやってからのなんかフェスなんちゃらみたいな、フェスポイントだっけ忘れたけど、なんかそんな稼いでね、交換できるアイテムがすごく気になるなというところなので、でそのメゼポルタフェスタは基本的に週末開催みたいですね。金曜日の16時から月曜日の10時までっていうことなんで、普通に花金からできるって考えれば、まあ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 妥当なんじゃないかなって。で毎週そのねちゃんとチケットもらえるみたいな感じなんで、まあ妥当なんじゃないって思うんですけれども、続いて10周年アニバーサリープレミアムキットが販売されるよっていうことで、7月25日までこの10周年アニバを買うたんびにこれ5000円ポイントもらえるってことなの、これ。旅でいいのかな、ちょっと後で見ますが、なんかね10周年アニバ買えば 5000N ポイントがついてくるみたいなんで、かなりお得になってる。ただちょっと10周年アニバね、問題というか、なんでそんなになってんだろうみたいなことがあるんで、それも後で話そうと思いますけれども、それから、まあ、全サーバー統合についてなんですけれども、これについては特設サイトが用意されるみたいなので、来週ですね、来週用意されるみたいなので、ちょっとまあそこで情報を見ようと思います。でまあ10周年が終わって、さらに11周年が来ましたのでね、秋頃の新武器種お楽しみにみたいな、ということみたいです。はい、続いて天守アノルパティスが実装したっていうことで、討伐イベントいつも通り来ております。まあいろいろ来ているんですけれども、このね介護玉っていうのがなんか対天守アノルパティス用の装飾品ということなんですが、これね回帰プラス5、3回の守り2っていう装飾品なんだけど、これ結構ねいいかなと思って、1個は持っとくといいと思う。あのカイファの腕とかってめちゃめちゃ強いんですよ。でもあれって回帰プラス5なんですよ。でそれ考えると、まあ優秀な回帰の入った課金防具ってなると、やっぱりそのどうしても回帰はプラス5なんですよ。どうしても ZP なんで、まあ6までは持ってくれないっていう時に、まあカイファの腕と回帰プラス5入った防具 1V とこの弾1個で回帰が発動できるって考えると結構いいのかなって。今ある回帰の弾はプラス3なんで、やっぱその役割はできないんですよ。だからこれはね1個か2個ぐらいは持っといた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、今回も脅威の象徴だとか、あとはこの極豪なんちゃら玉とかのね、いつものイベント来ておりますので、こんな感じですね。これはね絶対持っといた方がいい、てか作れるようにしといた方がいいと思います。そしてアノル ZX と武器の性能を見ていこうと思いますけれども、こちらでございます。はい、 ZX の性能をこうやって出してくれるのは非常にありがたいなとね思うんですが、まあ僕としては動画のネタがね減るからちょっとなとは思うんですが、いや全然これでいいです。うん、全然いいです。でアノル Z の防具はめちゃくちゃ強いので、もう信じられないほど強いので、あのガの足レベルのあの人気が揃ってますので、てか腰やべえ、腰やべえ、マジでやべえマジでやばい。なんかよくわかんないけど NP の配布もだいぶ精力的になってきたので、まあトリドの頭とアノルの腰と、で回帰の弾1個とね、でそれでダインスレイブを担ぐみたいな感じにすれば独創剣めちゃめちゃ強いので、まあそういうのもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、続いてガンナーですね。ガンナーの ZX の性能でございます。ほい、こちらですね。まあ腕がめちゃめちゃ強いかな。やっぱり空撃一点突破のスキル枠拡張、これはめちゃめちゃ強いでしょう。うん、言うことなし。ただねガンナーのその ZX の防具ね、腕が強いの多くて、マジで
なんでこんな腕に集中すんのかなって思うんだけど、まあ強いから文句言えねえって感じなんだけど、続いて武器の方見ていきましょう。はい、スキル枠拡張の氷属性のリーチ超みたいな感じ。これよく考えたらギア武器死んだんだなと思ってスキル枠拡張はやっぱ強いですからね。うんうん、あ、双剣にギア武器あったか忘れたけど、あったっけ忘れたけど。で続いて太刀ですね。はい、これも見た目がかっこいいな、めちゃめちゃな。で狩猟笛こちら、それからランスですね。ランスしっかりと私服強化、嬉しいですね。武器超かっけー、マジクソかっけー、イケメンで、ガンランスこちらですね。で続いて川柳コンということで、まあ単属性だけど普通に攻撃力もあっていいんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱりスキル枠拡張の武器とかはもう本当に腐らないんで、スキル枠拡張って絶対腐らないんでね、これはかなり重宝するんじゃないかなというふうに思います。さあ続いて狩人祭第126回の登録祭が始まりました。で今回からですね、ラビエンテが入魂祭期間中も開催されるよということで、これはラビーめちゃめちゃやってる人には朗報なんじゃないでしょうか。いつもね、あ、今週ラビーね、MHF やることねみたいなこと言ってる人いるんで、まあそういう人もね、あのいくらでもできますよみたいな感じですが、それからまあデュアシリーズのなかった武器種がちょこちょこ来てくれてるのかなと思いますけれども、そして証と熱気が2倍だっていうことで、でこのラビエンテの入魂数なんですけど、凶暴機はこれフェーズごとに4魂入って、猛虚機と極みの方だとフェーズごとに10魂、だから全部で50だか60だかぐらい来てくれんのかな。ハギフェーズも考えると60とかなのかよくわかんないけど、まあなんかそんぐらい、まあハギフェーズがそれに当たるのかっていうのはちょっとやってみてからじゃないとわかんないんですが、そして、デュアシリーズの性能を見ていきましょう。はい、600の性能ですよということで、天雷強化の強属性のリーチ超、まあ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 普通に、まあ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 いいんじゃないでしょうか。片手剣じゃなかった、これランスだ、片手にしか見えねえもうどこが違えんだかわかんねえ、サイズ感がわかんねえで川柳コンと、はい、ライトボウガン、ライトボウガンでもこれ普通に天雷強化盛るんだったらいいんじゃないって思うんですけれども、反動も普通に小ですし、まあ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 そうだね、貫通弾3普通に打てるし、これライトボウガン結構いいんじゃないって思いますけれども、ということで、公式狩猟大会がまたやってまいります。イダテンとか巨大魚杯とかのやつですね。今回は G級ガノトトスを討伐せよということで、巨大魚杯の方は破裂アロワナとドス切れ味とスネークサーモンだということで、7月6日の金曜日の14時から7月9日月曜日の14時ということで、いつも通りの時間ということみたいです。そして、今週のお得クエスト&ブースト情報を見ていきましょう。ほい、いつもの決意のやつと、逆襲ヒップ、逆襲ギザミ、逆襲強炉、それからコリニーのやつも来ていて、で何これ、なんか主な報酬の記載に間違いがあったよ、ごめんなさい、あ、修正したのね、はいはいはい、了解しました。今週の転移の調査依頼のクエストはドドブランゴとリオレウス、それからミラボレアスの極性の素材と、ナルガとシャガルの占有防具強化計画、それから G級両断ベアフロンティアクエスト、シシュデイリーイベント、そして転移ヒプの顧問素材が地図納品で手に入るクエストも来ていて、フィーチャーウェポンはこちらとなっております、ご確認ください。はい、そしてモンスターハンターフロンティア Z11 周年アニバーサリーフェスティバル、壁紙もこんな感じでね配ってくれてますけれども、このクロエちゃん超可愛いっすね。机の上に乗っちゃいけませんよ、でも許しちゃう。はい、ということで重大イベントと重大キャンペーンが来るんですが、とりあえず今来てんのは重大イベントは2つ、重大キャンペーンは4つみたいな感じで、カミングスーンですから、で今後またね情報が開示されたら、お伝えしていこうかなと思うんですが、まあ一つずつ見ていきましょうか。まずは1つ目、こちら受付嬢たちの思い出ということで、シリーズクエスト水木から受注しよう、彼女たちのお願いを叶え、思い出の素材を集めよう、彼女たちをモデルとしたハンマーをゲットしよう、彼女たちをモデルとしたハンマー、はいはい、スノーメモリーってのがもらえるみたいなんですけれども、これがですね強いです、普通に性能いいです、最終強化の性能こちら。ちなみにねなんですけれども、テンイレウスの、ハンマーと比べるとこんな感じ、普通に強いです、てかめっちゃ強いです、これ作った方がいい、これは強いこれは強いです、明らかに強いですね。属性値だって合計これ2700だよ、強っ。で耳栓強化だし、耳栓強化は腐らないからね基本的にね。で空毛も普通に長いし攻撃力高いし全然いいと思います。まあちょっと見た目が気になるところではあるんですが、まあちょっとしたら動画で
やろうかな。さすがになんかこう動画でなんかネタバレもあれかなと思うんで、なんかこうやってシークレットにしてるぐらいだから、あと何日か経ったら出すと思います。続いて親方渾身の一発ということで、11周年アニバーサリーイベントの一つとして、転移武器に派生可能な体験の生産素材を入手できるイベントが開催されるよということで、これはですね、性能が書いてないんですよ。なんかレイヤー足の頭部破壊でマストオーダーがよくわかんないんだけど、それから鉄鉱石2個の納品みたいな感じで、イベントで生産可能な体験の詳細については実際にゲーム内でお確かめくださいということで、ここには載ってないので、またこれも動画でまあやれたらなとかは思っていますけれども、はい。続いて11週連続ログインプレゼント毎週お試し小判 G ということで、なんか毎週ねログインするとお試し小判 G が4枚もらえるみたいですね。まあ基本的にガチャとかはお試し小判、まあ金ピカ小判もそうですけど、2枚で1回引けるので、まあ毎日更新されたらって話なんですが、だからまあこれもらって毎週2回ぐらいね、2枚2枚で2回引いてあげるのは結構いいんじゃないかな、なんていうふうに思っております。まあお試し小判はね、尻上がりの実とかあの辺とかにも使うことはできないので、うん、ガチャに使えばいいんじゃないかな、なんていうふうに思います。そして生放送がありますよっていうことと、それからウェルカムバックキャンペーンということで、始めましてもお帰りなさいもみたいな感じで、まあいつものですよ。うん、あのトライアルコース登録して、でも30日以内のアカウントであればビーチの生産権とかエルラスタ同行権がもらえたりだとかで、ハンターランクに到達してハンターライフコースがまあ有効だったら N ポイントとかポルタチケット桜が1000枚とか、マイトレ 30P 券とかがもらえますよみたいな、そんな感じで、で復帰ハンターの方もね、いろいろもらえますよということで、90日以上ログインしてないと初心者マークがまたつきますので、まあそのハンターさんかなと思うんですが、リアンシリーズ防具の生産素材各部位2枚2枚、エルラーサ同行券ももらえますのでね、まあ復帰ハンターの人はこの機会にね復帰してあげるといいんじゃないかなと。続いて10周年アニバキット今だけ NP 付きキャンペーンということで、あそうだやっぱり、10周年アニバーサリープレミアムキットを1つ購入ごとに N ポイント ×5000 ポイントをプレゼントいたしますよということで、そうですね、1個買えば 5000NP なので、でしかもこれ5000円なんで、1円で N ポイント1ポイント買えますね。10日交換ですね。はい、これはねとってもいいと思います。ただちょっとね気をつけなきゃいけないことがあるんで、まずそこから見ようと思いますけれども、これ秘伝とかも普通についてきます。だから全然お得だなと思うんだけど、これ下行くとですね書いてあるんですが、ここ赤字で米印で書いてありますけれども、10周年防具生産券35枚分を上記より選択し生産ということで、全部は作れません。まさかの全部作れないふざけてんのかはみたいな。じゃあ何これ、キットだけど何それ全部は作れませんって、おかしくないですか。ちょっと全13武器種13防具じゃねえじゃん、じゃねえじゃん、選択可能だって変わってんなー、ここ歌い文句というか、なんかそこのね文言が変わってますね。35枚なんで、全部作りたいなら2つ買う必要があります。全部で65部位あるんで、なのでそこをほんと注意ですね。ただマジで N ポイントうまいからあれだと思うよ。秘伝玉もついてくるし、千里玉はまああれとして、いや全然いいと思うんで、この生産権 C、 これが外装権のやつなんだけど、これ普通にうまいですね。これありがたいですね。なんかね10周年アニバ売ってた時赤と青あったんだけど、その時はねこんなうまかったっけって感じだったんだけど、これは普通にうまいですね。でまあだから N ポイントのことも考えて2個ね、買ってあげるといいんじゃないかなって。1万 NP も入りますし、まあ5000円なんだけど、まあ全然うんそれでいいんじゃないかな、なんていうふうに思います。秘伝10個はでかいでしょ。うん、全然いいと思いますよ。はい、そしたらね、じゃあアニバの性能もちらっとパパッと見ていきましょうか。はい、まず片手剣でございます。続いて双剣、体剣、太刀、ハンマー、狩猟笛、ランス、ガンランス、スラッシュアックス、川柳痕、ライトボウガン、ヘビーボウガン、弓ということで、まあなんだろう、詳しい中身のその性能うんぬんかんぬんについて言ってる動画去年の4月に出してるんでね、リンク貼っておこうと思うんで、そちら飛んで見てあげてください。はい、そして11周年カウントダウンキャンペーンの、名声コインのやつ交換開始しましたよっていうことが
あるんですが、まあ最初触れた通り不具合でね今はちょっとダメなので、まあいろいろその辺については最初言った通りでございます。そしてハンターライフリワードにカリスシリーズが追加されましたよということで、まあエリスとかディオスとかの種類のやつですね、カリスこんな感じの性能なんですけれども、耐性とかが充実してる感じですね。状態異常とかも充実してるんですが、まあ腰以外はそんなにって感じかな。まあ、 初心者向けの防具なんで、うん、そこら辺はご理解のほどよろしくお願いします。そして何よりもやばいのがこちらですね。ハンターライフリワードスタンプの21個目以降が N ポイント1万ポイントもらえるっていうやつでですね、ただこれはですね、運営さんから回答があったみたいで、アカウント1個につき1回みたいな感じみたいなので、だからまあキャラをね量産しまくって1万 N ポイントをもらいまくるっていうのはまあさすがにできないよねとは思ったんだけど、まあできないとのことなので、ご理解のほどよろしくお願いします。特典の流れとかについてはね、これのことについて動画出してるんでね、そちら見ていただければなと思います。そして長期プレイ特典サービスの年間特典武器にスラッシュアックス F ザムザリスタが追加されました。まあこれね11年やってる人しか作れないんでね、なかなか作れる人は少ないんじゃないかなと思うんですが、性能こちらですね、なかなかいい性能してますこれ実は。はい、これ天衣ルコディオラのスラッシュアックスであるヘランと比べてもなかなかいい性能をしてるんで、これはね結構いいなって思いますね。まあヘランは強撃瓶でこっち強属性瓶なんで、まあその差はあるかなと思うんですが、全然圧倒的に属性値も高いんで、これ結構いいと思います。攻撃力普通にあるし、うん、いいと思いますねこれ。そして金ピカ小判 G リファインしたよっていうことで、なんかいろいろで来たみたいなんですけれども、シャルルっていうくじが追加されましたよとか、ミリアムっていうねチアリムの、ね、別バージョンみたいなのが追加されたりだとか、ついに来ました進化武器対応でございます。課金進化ですね、課金進化の2、3、4、5段が転移進化にできるようになりました。おー待ってましたよ僕も、ライトボウガン僕3000やってたんでこれ嬉しいですね。ということで金ピカ小判 G にシャルルシリーズが登場ということで、7月25日まで、これの性能もね後で見ますけれども、それからミリアムっていうのがまあ来たんですが、チアリム生産権で2種類の防具どちらかが生産可能っていうことで、だからまあチアリムの生産権持ってる人はそのまんまミリアム作れちゃいますよっていうことみたいですので、まあなんだ、あー何これ FP 増えてる、あー確定でもらえるフロンティアポイントとかも増えたみたいで、あこれはいいですね。金ピカ小判のこのステップアップくじを最後まで引くと確定でこのチアリム生産権は10枚もらうことができるので、でまあ FP もそこの段階のやつが増えたみたいなんですが、まあ、このチアリム生産権14枚あれば ZP がね、1V 作れますので、まあだから2回最後まで引かないといけないっちゃいけないんだけど、まあ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 今まであったチアリム生産権も使えるのであれば結構いいんじゃないかなと。それでは性能を見ていきましょう。まずはシャルルでございますけれども、怪奇とかも入ってる部位ありますし、まあ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 、ただなんかちょっとねなんか惜しいというか、そうじゃねえのよなみたいな感じかな、印象としては惜しいです、すごく惜しいです、もうちょっと違うみたいな、皮膚体の人は皮膚体の人でなんかちょっとねそういう風な構成にしたくねえんだよなみたいな、でも付帯だったら一線邪魔なんだよこの野郎みたいななんかちょっとそんな感じ、惜しいですねこれね。だからまあ欲しい部位があれば、引っかかった部位があれば引くってのがいいんじゃないかなと。続いてミリアムでございます。チアリムとの色違いなんですが、これもね強いとは思いますよ、強いとは思う、ただなんかこう微妙にずれてるというか、チアリムが強すぎたんだよね、うん、ちょっとチアリムがすごすぎた、あれはやっぱりすごかったなって。チアリムの腕とか攻撃後献身後先天4消費特攻10とかだったんで、消費普通にそれ入れるだけでよかったんで、これ罰能が15だったらねすごかったんだけどね、なんかねずれてるというか、なんというか、まあもちろんこの反射銃入ってて反射強化とかいいなと思うんだけど、でも幕なしもさちょっとさ、反射で幕なしは使わないからみたいな、亀で幕なしは使わないんだよなとかね、ちょっとなんかずれてんだよね。うん、だからまあ普通にこの私服強化要塞銃とかは強いと思います。これただでもこれもさ、幕なしはそこに入れるもんじゃーみたいな、ちょっと惜しいなって。もちろんいいと思うんで、強いと思うんだよ。でもこれだったらまずチアリムの足とか
を作った方がいいんじゃないかなってちょっと思ってます。はい、ということでアップデート内容のお知らせっていうことでね、もう本当にアップデート内容多すぎるんでここにいろいろ書いてくれてはいるんですが、まあちょこちょこ言うと、ラビーが入魂対象になりましたとか、復帰両団で両団迎撃戦への参加が不可能になりました。あ、そうなの？できなくなったんだ。へえ、なんで？なんでできなくしたんだろう。なんかあったのかな。まあいいや。で、それからカジマが発動してるプレイヤーがいた場合でも、ラスタパートナーとかの NPC が生命の粉塵飲んでくれるようになったとか、あと天守の発達部位を部位破壊したら効果音が鳴るようになったとか、これ嬉しいね、ぶっちゃけ。で、あと超越秘技の強化に使うアイテムね、古領の偽書でいいのかな、で 術書とか、あの辺がポルタカード桜に交換できるようになったんで、まあね、みんなもう強化すぐ終わっちゃってもう腐ってると思うんで、これは非常にありがたいなと。で、まあ、光領ポイント交換に朱雀くじとか、新たな武具装飾品称号がいっぱい来ましたよみたいな、そんな感じで、まあ他にもね、いろいろもう本当にいっぱいありすぎてなかなかまとめきれなかったところではあるんですが、まあおいおい動画でね、詳しいところまで見ていけたらなっていうふうに思います。 FP 交換のいろいろとかも本当にすごいのがあったりするんで、その辺もちょっとね今後の動画で見ていけたらと思います。そして、先週から来てるイベントで天守アノルパティス討伐への備えですね、今週までになっているので、まあ行きたい方は行ってあげるといいんじゃないかなと。これとかでもね、星2の武器一発入手ってのはうまいと思うんで、まあやらないよりはやった方がいいかなと思います。で、蝶舞玉に関してなんですけれども、まあコブ5っていうのは装飾品の中ではまあね有用な部類なので、1個は持っとくといいのかなっていうふうに思いますね。まあもちろんアニバーがね、10周年アニバーが再販されて、まあそれでいいかなとも思ったんですが、まあね、あのコメントでも言われましたけども、これ1個とか2個とかあるだけでね、だいぶ装備組める範囲広がるからね、結構取っといた方がいいって言っといた方がいいよみたいなコメントがあったのでね、確かにその通りだと思ってね、はい、2個は取っとくといいと思います。ということで今週はだいたいこんな感じでございます。まあ、シュレンドに新しい武器防具が追加されたりだとかもしてるのでね、そちらも見たいなと思うんですが、本当にちょっと情報量が多すぎて、少しずつね、毎日少しずつ動画にしていこうと思いますのでね、皆様情報提供のほどよろしくお願いします。僕もちょっと混乱しちゃうので。で、まあ一番楽しみなのは明日の生放送ですね。そこで僕の予想だよ、僕の予想、あくまで僕の予想なんだけど、 N ポイントとかのいろいろがあったからガラティーンの転移派生が出るんじゃないかっていう淡い期待があるんだけど、まあわかんないな。まあでも新武器種の情報とかもすごく楽しみなのでね、明日の生放送楽しみにしておこうと思います。ということで今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。